皆さんこんにちは、遠藤です。本日9月28日火曜日、大引けを迎えましたが、今日のトレードは皆さんいかがでしたでしょうか。今日の日経平均株価は続落となりました。朝方の売りで238円ほど下落する場面もありましたが、下値を支えられまして、買い戻しが入りまして、下髭小陽線が次元、続落とはいえ、昨日とは真逆の動きとなりました。さて、まず初めに昨日お伝えしました本日用の注目銘柄ですね、の振り返りを行いまして、その後に明日用のですね、注目銘柄を紹介いたしますので、最後まで皆さん見逃さずにご視聴いただけましたら幸いです。では、本日用として挙げた注目銘柄ですね。今日は前場デイトレ生配信がありまして、注目銘柄が7銘柄ほどありましたが、多くの方が利益確定をされていましたね。注目銘柄はまず初めに8260ですね。井筒屋、この上げの場面ですね。ギャップアップスタートしてからこの場面ですね、420円まで上げる場面がありました。9時9分となります。この上げの場面をしっかりと入って抜けることができたということで、利益確定された方々いらっしゃいましたね。報告もありましたね。朝方強かったですね。2つ目、4372ユミルリンク、これの空売りになります。昨日の安値を割ってからということでお伝えしておりましたように、安値割ってからこの場面ですね、しっかりと下げていきました。もう一段、11時前には下げていったということになります。板の房がある中でですね、前場一段安ということですね。1310円、19円までの下落の場面がありました。そして次が8508ですね。J トラスト、強かったですね、こちら。終日で、一日で見ると、強かったと。定位株ということで出させていただきました。こちらも良かったですね。前場だけでなくですね、5番、放送終了後の5番にも一段上げる場面があったということになります。朝方はこのような、特買から買い優勢の動きが続きまして、ヒゲをつけておりますが、一段高となりました。そして放送終了後もこのように高値を捉えていったということになります。次に今日の注目銘柄1605ですね。放送時間中はですね、来なかったです。前場は上値が重い状態が続きました。朝一番高値つけてから、その後じわ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 こう下げていきましたけれども、5番ですね、強かったですね。5番のこの場面ですね、一段揉んでから収束して一段上げていって、朝方の高値に追いついたという場面ですね。1時過ぎのチャンスを捉えた方もいらっしゃいましたね。ご報告ありがとうございます。このようにチャンス銘柄のタイミングですね、を皆さん見逃さず、引き続き利益を確保していきましょう。本日利益確定された皆様おめでとうございました。次に明日用の注目銘柄をご紹介いたします。注目銘柄現在8銘柄ほど見ております。まず1つ目です。引き続き出していきます。8508J トラスト。今日はプラス 9.97%。10%を超える場面もありましたが、終値、ね、529円。プラス 9.97%。出来高も増加しております。371万7800株ということで、商いしっかりと入ってきている状態。とはいえですね、もっと対極的な目線で見ると、少し重さも感じられる銘柄となりますので、早め早めのですね、利益確定を心がけるようにしてください。2つ目です。6418、日本金銭機械となります。こちら久々にまた出しました。東証一部の銘柄となります。756円プラス 6.32%、 出来高73万6500株となっております。出来高ともらいながら、じわじわと伴いながら上昇して値を切り上げている状態となっておりますが、これもですね、先ほどの J トラスト同様に少し蓋が上にありますので、どこかで利食いがですね、入ることが考えられます。これも早め早めの利益確定、部分利確を含めた利食いを行っていきましょう。そして3つ目です。
こちらも今日捉えた方いらっしゃったようですね。8585オリコです。一段高となりました。こちらは8月からですか、会員様には注目銘柄としてお伝えしている銘柄になります。もう一段上げておりまして、164円、本日日足デッドクロスからゴールデンクロスに切り替わった銘柄となります。もうすでにですね、会員様はこの上げの場面で捉えているということでありますが、もう一段上げを期待してこちら見ていきます。デイトレの範囲で見ていきます。今日は817万1600株ということで、板の状態も分厚い板となっております。これを消化していく動きが明日の朝1ですね、入るかどうかということで見ていきましょう。場中ですね、100円での銘柄、それほど大きな動きは見せませんので、激しい動きをする時間帯にしっかりとここを取れるかどうか、こちらやっていきましょう。4銘柄目となります。引き続き見ていきましょう。1605インペックス、日経採用銘柄となります。今日は893円プラス 4.20% で終えております。900円どころつける手前まで行きましたね。上げが加速する場面がありましたが、それでも下値をしっかりと支えられながらの上げという感じで、出来高も増加傾向にあります。今日は2736万株となっております。板も分厚いですね。これを明日の朝の段階、またはですね、場中ですね、こちら見れる方はしっかりと見ていただきながら、取れるところを取っていきましょう。5銘柄目です。3315、日本コークス工業になります。こちら8585オリコ同様の見方でおります。今日はさらに一段高がありました。150円を捉えていきました。終わりで149円のプラス 4.19%、 436万1400株となっております。高安切り上がっております。朝の1番目ですね、動き、これを見ながらですね、トレードを望んでいきましょう。6銘柄目です。5381マイボックス、また再び出しております。1280円、今日はプラス 3.89% で終えております。下ヒゲの陽線ということで、まだまだですね、上に動く可能性が高い銘柄となっております。もう一段の上げがあるかどうかを注意して、こちら見ていきましょう。そして7銘柄目です。本日でつきました4073GC100 IPO の銘柄となりまして、ストップ高3060円で終えております。板やはり IPO 薄いですからね、激しく動き、今日もですね、激しく値つけた後激しく動きましたね。今日は184万6300株、さらに一段上を目指す動きが入るかどうか、こちらも注目をして見ていきましょう。利益確定売りが入る可能性がありますが、それを消化する動きが入るかというところです。そしてもう1銘柄ですね、今日は値付けましたデジタリフト9244です。マザーズの銘柄となります。上ヒゲ陽線、上にも下にもヒゲをつけております。上に長いヒゲをつけた陽線で終えております。2207円、出来高484万5300株となっております。激しい動きを明日もする可能性がありますので、今日の高値ですね、これを捉えていくことがあればということで見ております。9244のデジタリフトになります。以上8銘柄となります。これの注目銘柄と合わせ、皆さんご自身で監視している銘柄ですね、板、そしてチャートを見て明日のトレード頑張っていきましょう。また株式投資塾であります価値株について現在塾生を募集しております。こちらになります。昨日まで会員募集をですね、させていただきまして、新たに多くの方がご入会いただきまして、どうもありがとうございました。早速場中動ける方がメインとして、今日のですね、場中を行っております銘柄研究会、そしてその後ですね、月末のトレード報告会にご参加いただきました。スイングメインでやられている方ですね、通常昼間仕事をされている方、出社されている方は毎月録画版にでご視聴いただいております。ですので、場所見れないという方は録画版がありますので、ご自宅に帰ってから見るようにしていただきたいと思います。銘柄研究会に発表しました4543テルモですとか、あとは4406新日本理科のプラス 10% 以上の利益を伸ばすことができている方もいらっしゃいました。このような銘柄となります。4543はテルモ、これですね、この上げの場面、これをしっかりと捉えたということです。あと今日動きましたね、デイトレとして見ておりました新日本理科、これもスイングで出していた銘柄となります。注目銘柄ということで、これを捉えた方もいらっしゃったということですね。ロスカットになった方はですね、なぜロスカットになったのか、明確な理由は必ずありますので、来月からその細かい点を注意したトレードをしていただくよう我々スタッフの指導がありました。このようにですね、株式投資で本気で稼ぎたいと、本気で頑張りたいと
思っている方にはぜひ価値株ご入会していただきたいと思っております。今日もお問い合わせがありましたが、まだ迷われている方も正直いらっしゃるようです。我々と一緒にですね、負けない投資、勝つことのできる株式投資を体感して、そして継続していきましょう。詳細はこちらのページですね、 YouTube の概要欄にリンク先を貼っておりますので、そちらからお申し込みください。皆さんのご入塾お待ちしております。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録とですね、少しでも今日の内容参考になったという方はぜひ高評価ボタンお願いいたします。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それではまた明日もお会いしましょう。失礼いたします。